司祭さん頑張って。さあラストになっちゃうか。社長いたよのロニッタ人攻めに行く。空中でゴビーが当たってしっかりとコンボをつなげていく。確認できてます。暴れて、さあまたこれはデジャブを感じるかのようなバースト。いやーこれ辛いかやっぱ。さあ昇竜読みをするが昇竜は出さない。逆に痛手を負ってしまう。さあとりあえず目を閉じて弾を集めたい。しっかり取って距離が遠すぎる。リーチが短いっていうのがね唯一の欠点かなやっぱ痛手は。おおおっとこれはソニックセイバーモードがゲランを通そうとするが、ここが新勝利。これは内側はキャンセルでもらい待ってる。バーストガンダッシュ強気。ロニッタさんの強気なガンダッシュが通っていった。さあガンプ防止をするが、そうガンプしてない。バックドリ4人お互いにいろいろ防止的なものが多いですね。さあゲそうですね、ちゃんとしたしゃがみやられるをしっかり確認していくが、距離が遠すぎたが西が繋がらない。さあソニックキャンセル、さあ高機能モードだが西大工当たってしまう。ドラマリー、あーっとこれは見えない。コンボつなげて弾使っていく。置き攻めは雪風珍しい技を見えていく。これは師匠流でかわして裏に回っていく確定コンボ。これはいけるか。これは最低保存のために知らない。勝利警戒して、おーサーフィンあぶねー。サーフィンで裏回っていたが先に動いたのがいざよい。さあ社長いたが一日取っていく。さあイリオガード、お互いカウンタータッチへヒットを確認してゲラン攻め、お爆地ですね。ちょっとしたさあ投げを通して、これは確定が取れない。あ D 投げすれば確定取れたかな多分。さあ画面端コンボ2ジャンエを1回1回触るんでダメだ、ちょっと減らない。攻めていってセイバー、セイバー、さあダンディーコンボはしっかりつながってる。置き攻めは離していってバースト読みか。いや調子だからバーストじゃないのか。しかしこれはちょっときついか。いえあーゴール使ってしまう。サーフィンこれはオーバードライブ。コンボは見せない。 50% ゲリが溜まっちゃう。あーコンボさあ逃がさない新勝利を出していったロニッタさんの陣。ということはほい、はい